皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではいろんなパズルを紹介していますので、気になったものがあったらぜひチャレンジしてみてください。ということでね、今回紹介するパズルはこれです。まあ、いわゆるルービックキューブタイプの 2×2 のね、キューブパズルに見えますけど、まあほとんどそうなんですけど、これまず名前を OS キューブと言います。商品名正確に言うとね、長いんですけど、チーオシポフス OS キューブと、このパズルを紹介していきます。これがね、だいぶ変化球なんですけどね。これどこで買えるかっていうと、キューブパズルの専門店トリボさんですね。トリボさんで購入できます。で、カラーバリエーションがあって、紫と、ライトブルーとオレンジ、3色あるんですけど、今回このパープルですね、買ってみました。で、一応ね、 2×2 のキューブパズルなんで、ここにメガハウスさんのものがありますけど、これに比べるとだいぶ大きい。で、もちろんね、 2×2 のキューブパズルみたいに動くんですが、これがね、まあどうなるかというと、一回回してみますね。回すとね、ほら、ここが出たの分かります？こうで、こうやるとね、ほら、4つ出る。こう、これ2個になる。もう謎のね、こっちを回すとこういう風に出るし、もう謎のこういうね、出っ張りが回すたびに出る場所が変わるという、非常に、なんて言うんでしょう、変わったタイプのキューブパズル。ここがね、こう出るわけですよ。もう謎すごいです。面白いです。で、まあ一応解説書みたいなのがついてるんですが、で、名前の説明をすると、チーっていうのはここですね。まあ、キューブパズル、競技用のものを多く出しているメーカーの名前で、で、オシポフスっていうのが、これはどっか書いてないかな。これのデザイナーの人が、イリア・オシポフさんかな？の名前を取って、オシポフスで、キューブ自体のパズルの名前が OS キューブ。多分、オシポフさんが作ったキューブだから OS キューブなんじゃないかな。とりあえず今回はだから OS キューブって呼んでいきますけど、で、まあ解説書はね、これ、まあ中国語なんで、非常に読めないんですが、まあ、こうね、いろいろ出っ張りがあるので、これがゴールだったり、あとこれ問題集ですね。こういう風に作りなさいっていうのが書いてあります。全部出っ張らせろとか。まあ何はともあれ、これはですね、触ってみるとめちゃめちゃ変で面白い。もうね、出っ張るでしょ。でね、ちょっとこう、なんて言うんですか、スプリングっぽいというか、こう押しても引っ込まないんですよ。うまく合わせないとこう全部引っ込まないです。まあ混ぜてみましょう。早速もう混ぜるとものすごくね、変、なんで出っ張ってなんで引っ込むのかが、まあ非常によくわからなくて、なんでしょうね。まあルービックキューブなんですけど、この全く予想がつかない感じがガジェット系で面白い。お、結構出っ張った。ここ4つ、ここ3個とか、ここ3個だ。あ、もしかしてこれ全部出っ張らせたりできないかな。さっき問題集にね、全部出っ張らせなさいみたいなのもありましたよね。これか。これもできるんだ。もうね、すでに結構遊んだんですけど、これはまだ1回も出てない。これも作れるんだ。要は全部引っ込むタイプの逆バージョンってことですよね。まあとりあえずね、全部引っ込めるのに戻してみましょうか。ただこれも本当に何回かやってみましたが、いわゆる 2×2 のルービックキューブの解き方で解けるかっていうと、そもそもこれがなぜ出っ張ってなぜ引っ込むのかっていうのが非常に把握しづらいんで、2×2 の解き方をそもそも応用ができないです。ここがどういう状況なのかがよくわかんないんでね。で、例えばここが引っ込んでますけど、これをここに入れたら引っ込むのかっていうと、まあ、引っ込んだり引っ込まない場合もあるんで、その辺がよくわからない、謎で。例えば出っ張ったところは引っ込んだりとか、そういうのもあるし、こうね、こうとかで、こっちを回すとここが出っ張ったりとか、いろんなことがあるんで、もう本当によくわかりません。ただ何回かやってみたところ、
普通の煮かけに解くよりはなんとなくやっていったらそのうち全部出っ張りがへこむとかっていうのもいけるかなって。まあ普通のルービックキューブの煮かけにタイプはね、偶然揃うことはまあないんで、あ、例えばこうちょっと分かりやすい感じになったし、こことここだけ出っ張ると、これとかになってうまく動かしたらなんとかなるのかなみたいなことを考えながら、でもできない。こうか、あ、違う、ここが出っ張った。いやー、謎。どうしてこういう風になるのかね、不思議でしょうがない。で、ただ本当にたまに全部引っ込んだりします。もうやり方が本当にね、見当がつかなくて、とりあえず全部引っ込めるだけ引っ込めてみよう。本当にね、これ勝手に出っ張るんでね、押しても戻らないし、でこうへこんだところはね、ずっとへこんだままだし、ただこう回すとたまにこう出っ張ったりとか、あ、お、お、説明してる間に全部引っ込みましたね、すごい。で、例えばこうね、ここを回すとここが出っ張ったりとかすると。で、これのね、構造がどうなってるかをちょっと内部を調べてみた、分解はちょっと難しいんですけど、ちょっと見てみたところ、僕中に出っ張りがあるのかと思ったらそうではなくて、ここね、ちょっと見えます、丸い穴が開いてるんですよね、ここで。こっち側も穴が開いてて、で、ここが今中紫で、こっちが白なんですよ。で、今ここの状態でこことここが引っ込んでる。で、こうやるとここが出っ張るんですね。で、出っ張った時ここがどうなってるかっていうと、こうちょっとわかります、黒いのはですね、中の物体がこっちに押し出されてるんで、おそらくこの段階で、ま、中にマグネットが入っているんですよね。で、多分こっちの紫の方が例えば S 極で、で、こっちの白い方が M 極みたいになっていると。そうすると、まあこのお互い今くっついてる状態なんで、で、こう動かすとどうなるかっていうと、ここが紫でこっち側が紫なので、おそらく S 極と S 極がこうなると反発してこう出っ張る。で、磁力によって出っ張らせているので、押してももちろんくっつかないと。そういう風に、その各パーツが多分こっちが S 極、こっちが M 極とか、そういう風に分かれているので、まあ今だからこの状態だと、おそらく全部のこの隙間が S、M、S、M でくっついてる状態で引っ込んでるんじゃないかなと思います。ただそれが分かったところで、これを揃えるのを、それをね、加味して揃えるのは非常に難しいパズルなんですけど、まあどちらかというと本当に自力で解くのもいいですけど、もうこの出っ張りを楽しむっていう感じで遊んでもらうと面白いパズルかなと思います。もちろんね、これ全部把握して意図した形にできるようになるのかな。まあ頑張って調べたらね、要はこのパーツはこっちが S でこっちが M だけど、 MM って可能性もあるしみたいな、あ、ここ多分ね、ここ白でこっちも白だから、多分このパーツはこっちが仮に S だとしたらこっちも S なんじゃないかなとかだと思います。それを全部調べれば、頑張ったら解き方とかをね、見つけられるのかなと思いますが、まあそれを差し引いても非常にその面白い変な動きをする、非常にもうね、触ってみたらいいです。めちゃめちゃ変で変わってて、触ってみて楽しいパズルですね。ということで今回 GE オシポフス OS キューブ紹介しました。で、ちょっといろいろね、動かしてみてこれができました。問題集のこのね、難易度さんの全部出っ張らせる、こういう感じ、いや面白い。出っ張った後ね、ちょっとこう弾力があるこの突起の感触がめちゃめちゃ面白いですね。すごい、こういうこともできます。で、またこれ全部ね、引っ込めないといけないんですけど、面白い。これはね、まあルービックキューブ煮かけにもね、やったことある人もない人も、これはね、触ってみると本当にこの
手の感触がめちゃめちゃ面白いです。で、例えばここが今出っ張ってないんで、ここを出っ張らせたい。で、逆に動かすと、まあ、この辺が引っ込んだりはするんですが、要は今こことここが出っ張るってことは、こことここの面を動かさない限りはこの出っ張りは出っ張ったままだし、だからこの外周で動かす分にはこの外周はずっと出っ張ったままだし、引っ込んだままなわけですね。ここの横とかをずらすとこう引っ込んだりとかするんで、まあ、あとはこの辺をねこう動かしていって出っ張ればいいし、まあいろいろですね。その辺も説明が非常にしづらいんですけど、ぜひこれねルービックキューブにある程度慣れてる人も手に取って遊んでみてもらうと、めちゃめちゃ感触が面白いので新鮮です。結構大きいので触り心地も楽しいですしね、ぜひぜひおすすめです。で、他の問題集も結構ついてるので、それもねぜひチャレンジしてみてください。この後全部引っ込めたいと思います。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。